ジョン・ウィリアム・ステフェンセンは、オーストラリアパース出身の元陸上競技選手。専門は短距離走の400メートルで、44秒73の自己ベストを持つ。2004年アテネオリンピック男子4400メートル、リレーの銀メダリスト、2009年ベルリン世界選手権、男子4400メートルリレーの銅メダリストである。南アフリカ移民の両親を持つ。7歳の時に、 陸上競技をはじめ、かつては総幅跳びに取り組んでいた。2004年8月、アテネオ,オリンピックの男子4400メートルリレーで1、総を務めて銀メダル獲得に貢献した。オリンピック4400メートルリレーにおけるオーストラリアのメダル獲得は、1956年メルボルン大会の男子が銀メダルを獲得して以来48年ぶり2度目だった。 2005年8月、ヘルシンキ世界選手権の男子400メートルで決勝に進出。この種目におけるオーストラリア勢の決勝進出は、1991年、東京大会のマーク・ガーナー以来、14年ぶり2人目だった。2006年3月、コモンウェルスゲームズに出場。男子400メートル決勝を、自身初の44秒台となる44秒73で制すると、 一層を務めた男子4400メートルリレーでも優勝に貢献し、大会2冠を達成した。2009年8月、ベルリン世界選手権の男子4400メートルリレーで一層を務め、この種目において、オーストラリア史上初のメダルとなる、銅メダルを獲得した。記録欄のうちの数字は、風速で、タイは向かい風を意味する。ムンジネヒッツアウトインステフィンソン、S ディフェンス。 オーストラリア放送協会2016年9月20日閲覧プロフィール2006年コモンウェルスゲームズ公式サイト2006年時点のオリジナルよりアーカイブ2016年9月20日閲覧ありがとうございます